衝撃、広島、新井監督が暴走、秋山死球で DeNA ベンチに激怒、両軍乱闘一触即発の現場、広島カープの新井貴浩監督が15日、マツダスタジアムで行われた DeNA 戦の7回に、秋山翔吾選手が死球を受けたことに激怒し、ベンチを飛び出して大きな騒動となりました。この試合は10-2で広島がリードしていましたが、試合中に緊迫した場面が突如として発生しました。7回の攻撃で先頭打者の秋山選手が DeNA の伊勢投手から右膝付近に死球を受けた際、新井監督はベンチを飛び出し、DeNA の三塁側ベンチに向かって出てこい、と強い言葉で抗議しました。これに対し、DeNA ベンチからも何らかの反応があり、三浦大輔監督をはじめ選手たちが次々とベンチを離れ、一触即発の雰囲気が広がりました。特にバックネット付近では、新井監督と DeNA の助っ人、ウィック選手が激しい言い争いを展開。両軍の選手たちや首脳陣、審判が駆け寄り、なんとか両者を引き離しました。混乱は一時的に収まりましたが、責任審判である吉本審判員が両チームに対し警告を出し、お互いに真剣勝負を心がけるようにと注意を促しました。実は5回にも広島の先発、常廣翼投手が DeNA の山本選手に死球を与えており、山本選手はそのまま負傷交代。試合全体を通して両チームの間には緊張感が漂っていました。最終的には広島が10-2で大勝し、連敗を6で止める結果となりました。この日、プロ初登板、初先発となったドラフト1位の常廣投手が見事に初勝利を飾り、広島の負の連鎖に終止符を打ちました。試合後、激高していた新井監督も笑顔で常廣投手と記念撮影を行い、普段の穏やかな表情を取り戻しました。試合後の会見で、新井監督はまあまあ、こういうことも含めて野球です。お互いに真剣勝負をしている以上、こういった感情的な場面も避けられないことだと思いますと冷静なコメントを残しました。一方、三浦監督は戦っている最中ですからねとだけ話し、騒動に関して多くを語りませんでした。この一戦は、広島がシーズンの流れを変える重要な勝利をつかんだだけでなく、両チームの間に残された火種が今後どのような影響を与えるのか、注目が集まります。コメント。点差が大きく開いていたことに加え、先に城広志が山本選手に死球を与えていたため、どうしても報復死球に見えてしまった部分はあるよね。右投手が左打者にあのような形で当てると、意図的に見えることが多いんだ。それに、ベンチからウィック選手が何か発言したのかもしれない。監督としては、選手を守る立場だから、強く反応するのも理解できるよ。さらに、秋山選手は過去にも死球でふくらはぎを負傷した経験があることも、今回の怒りの一因かもしれないね。中日の立浪監督にも、こういった闘志あふれる姿をぜひ見せてほしい。昨日の試合では、巨人の捕手による本塁でのブロックが疑われたものの、審判はそれを認めずアウトという判定になった。その際、立浪監督は苦笑いしながら首をかしげるだけだった。このような態度では、選手たちの士気が上がらないのではないかと思う。かつて星野監督が闘志のないものは去れと言っていた言葉を、もう一度思い出してほしい。秋山選手が死球を受けた瞬間、横浜のベンチを睨みつけながら何か言っていたことか、彼が相当怒っていたのは明らかでした。それがベンチからのヤジに対してだったのか、死球が故意だと感じたからなのかはわかりませんが、その怒りは隠せないものでした。その後の新井監督の行動を見ると、横浜側に対して文句があるなら言ってみろといった態度を取るような、何かしらの出来事があったことはほぼ間違いないでしょう。広島は連敗中で、横浜との直接対決で3位を争うことになる。3位と4位の差は大きいだけに、両チームとも攻め方が一層厳しくなり、熱が入るのも理解できる。本気の勝負が展開され、選手たちにとっては厳しい戦いだろうが、観戦する側にとっては非常に見応えがある。やっぱり野球は本当に面白いと感じるね。レイスターズファンとして言うと、普段こういう場面でヤジを飛ばす選手はほとんどいないんだよね。でも、ウィックがいたとなると話は別かもしれない。今日は試合に出ていなかったから、ベンチにいた可能性が高いし、彼は時々悪い意味で熱くなりやすい選手だから、何か言ったかもしれない。チームとして見ると、今日は間違いなくフラストレーションが溜まる展開だったし、雄大が死球で負傷退場しそうなのも痛手だ。さらに、先月は宮崎も死球を受けているから、そうした積み重ねが影響していた可能性もある。もちろん、それが良いことだとは言えないけど、普段は穏やかな表情が多い新井監督が、選手を守るために感情を爆発させる姿は、選手たちの信頼をさらに強固にするでしょう。今の時期、
どのチームも体力的に限界に近づいており、熾烈な戦いが続いています。カープには決定的なホームランバッターがいないため、打って走って少しずつ得点を積み上げるスタイルで戦ってきました。さらに、屋外球場でのデーゲームもあり、他の球団以上に疲労が溜まっているはずです。今回の新井監督の怒りは、そうした厳しい状況で奮闘する選手たちにさらなる闘志を植え付けるでしょう。巨人や阪神も全力で戦って強さを見せていますが、カープも最後まで力を出し切って優勝争いに食い込んでほしいと思います。2016年の優勝決定戦を思い出すね。聖夜と松山の連続ホームランに苛立ったマイコラスが上に支球を当て、その後カープのベンチと口論に発展した、報復とも思えるその支球に、黒田と新井がベンチを飛び出して強く抗議した姿は、まさに聞き迫るものがあったよね。普段は温厚で穏やかな新井監督が、選手を守るために見せたその覇気は印象的だった。選手への思いやりを持ちながらも、必要な時には熱くなる新井監督らしい場面だったと思う。あの球が報復でなかったとしても、報復だと感じられてもおかしくない投球だったよね。DeNA のベンチから何か言われたようにも見えたし、山本に当たったのも痛いけど、あの場面、スイングしようとしていた感じだったからね。とにかく、山本雄大が無事であることを祈るばかりだ。阪神ファンとしては、新井監督が素晴らしいリーダーであり、今後さらに成長する可能性があると感じている。ただし、四球が多いのは事実だね。前回の2試合で森下選手が連続して四球を受けた時は、何をしてくれてるんだと思わずにはいられなかった。新井監督が指揮を取っているので声だとは考えていないが、今年のカープはセリーグで最も多く指揮を受けている。厳しく戦うスタイルが投手陣の活躍につながっているのは確かだが、その反動でこうした状況が増えてしまうのも仕方ない部分があるよね。秋山選手は昨年右膝の手術を受けたばかりなので、その部位に指揮が当たるとカープ側としても神経を尖らせるのは当然だよね。それに加えて、もし横浜のベンチから挑発するような声が上がっていたな、さらに緊張感が増すのは間違いない。とにかく山本選手と秋山選手が無事であることを願うばかりだ。カープファンとして言うと、最近のカープ投手陣の支給の多さには正直驚いています。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。確かに今回の件は相手側からの挑発かもしれませんが、横浜戦に限らずこれだけ頻繁に支給を出していると、いずれ問題が起こるのは避けられなかったと思います。もっと練習が必要です。秋口にコントロールが不安定になるほど疲れてしまうのは、練習が足りない証拠です。オフシーズンでは徹底的に投げ込んで、年間を通して戦えるスタミナを身につけてほしいです。横浜ベンチが具体的に何を言ったのかはわからないが、秋山選手や新井監督があれほどの不快感を示すのは相当なことがあったからだろう。現場で感じた何かがあったため、監督が選手を守るために抗議に出たのも理解できる。優勝目前で失速しているチームや、勝てる試合を簡単に落としてしまっているチームの選手やスタッフ、ファンが抱えるストレスはわかるが、罵倒や誹謗中傷といったリスペクトのない言動だけは避けてほしい。その日しか球場に来られないファンは、争いを見るために来ているわけではないからだ。